かな。あと、その後、テレキャスタービーボーイの動画を出させていただいて。あれ、いつやっけ ?2023 年1月19日にサーバーができてるな。この、テレキャスタービーボーイサーバーが。何ヶ月かかった？ 10 ヶ月ぴったりぐらい？あ、じゃあ11ヶ月ぴったりぐらいかかった？これ。あ、10ヶ月ぴったりぐらいか。かかりましたね。確か、にっこり調査隊、おはじゃハワイよ、今日も京都で最高だよ、おはほいの、をミトちゃんが勧めてくれて、4人でなんか、もうちょっとなんか歌出すとか、それかなんか配信するみたいな話になり、あ、じゃあ、私、やりとりすんの、別に苦じゃないから、曲の方を勧めようかなって言って、曲も、まあみんなで選んで、じゃあこの曲で行こうって言って、やりましたね。歌詞割りも一旦私の方で全部分けて、でキーに関しては意外となんかケンちゃんが意見を言ってくれて、ケンちゃんって思いました。ケンちゃんすごいじゃんって。ミトちゃんと私は割とどこでもキー出るけど、やっぱなんか2人の良さを出すにはもうちょっとキー上げた方がいいと思うんだみたいな言ってたりしてて、でね、最初ガックンが全部奥上で出してくれてないよ。ガックンそんな声出んのと思って、びっくりしてさ、ガックンと思ってんけど、でもなんかそのケンちゃんだけが下パートやったから、ちょっとなんかミックスの様子見て、上と下のバランス見てちょっと考えよっかみたいな、でそういうのがあってね、ちょっと結構時間がかかったりしたよね、出すまでに。ガックンの上パートマジでみんなに聞いてもらったら私すげえって思ったもん。でその上パート下パートもどうするどうするっていうのはケンちゃんとガックンが話し合って決めてて、だからそこら辺は全部あのお任せしてた。私は歌詞割りしか担当してなくて。聞きたいでしょ私も。うわ、まだデータあんのか。いや、ね、またね、ガックンが聞かせてくれる時があったらね、ガックンのパソコンには多分歌のデータが入ってますからっていう感じやったな。イラストもめちゃくちゃ可愛かったし、動画も概要欄の方に書いたんだけど、リスペクト元みたいな感じで、プロセカの出してらっしゃったワンダーランドショータイムレン君のやつっぽい感じでちょっと動画作っていただきたいなっていうのでちょっと進めていただいて、いやーすごい、めっちゃ時間かけて動画も作ってくださって本当にありがたかったね。ショート用の縦用の動画とかも作ってくださったしね。いや、イラストもめちゃくちゃ可愛くない？なんか色塗りのタッチ的にめっちゃ影があってめっちゃハイライトがあってとかいうのじゃないんだけど、そこがいいんだよなっていう、シンプルだけどなんかめっちゃ良さがこう伝わってくるイラストっていうかね。いやー本当になんか時間かけてじっくりこうみんなでどうするあするって話し合って出せてよかったなって思いました。うん、でまたねその4人でも何かしら、まあ、次の歌ってみたの話はまだ出てませんけれども、なんか配信とかしたいねっていうのは本当にちょくちょく話出てたりするから、あとはマジで実行に移すだけ、スケジュールを合わせてね。なのでちょっと楽しみにしていただければなと思います。そんなになんかめちゃくちゃ仲良しみたいな感じじゃないんだけど、かえみとがびとってなんかもうべったりみたいな感じじゃないんだけど、なんか集まれば普通に話すし、なんかお互いのお互いの距離感みたいなのもなんかそれぞれちゃんと間合いがあって、なんかめっちゃ楽みたいな関係なんだよね。そこがな、なんか私はいいんだけどね。またどうだろう、まあ、配信ねしたいけどね、私もね、まあ、ちょっと待っていただければなと思います。はい、いや 3D スタジオ撮りたいよな、ね、めちゃくちゃマジで撮れへんのよな 3D スタジオ。なんでなんだろうね、まあなんでなんだろうねって、まあまあ明確ですけど、公式番組があり配信も限られ、早い者勝ちってほどでもないかな。何ヶ月後のここっていうのを決め打ちでスタジオを撮る形なんよ。一期生権限ないですね。だし、なんか 3D スタジオが増えたところで、3D を動かせるスタッフさんがそもそもスタッフの休暇と人数と噛み合うのっていうね。